こんにちは、店売アカデミー堀秀夫です今日は儲かる商品探しでですね、まあ、儲かる商品を探していれば、まあ、残念ながら、まあ、儲からない、売れない商品も出てくると。まあ、それについてどうするかというお話です。まあ、儲かる商品っていうのはね、えーまあ、ある一面から見ると、カートが取れて高く売れる商品というのが、まあ、儲かる商品です。 逆に、売れない商品を頑張って売ろうとすると、Amazon 輸出は難しいです。別の言い方をすると、カートが取れない商品のカート取得率をどうやって上げるか、取れないカートを取ろうと頑張ると、Amazon 攻略は大変難易度が高いです。売れる商品を見つけて売り続けると、シンプルに考えれば Amazon 輸出は簡単です。別の言い方をすると、 カートが取れる商品を探して売り続ける。取れないカートは諦めるのが Amazon 攻略では合理的です。まあ、納品個数ね、はじめは1個にして、売れてから増やすのは、売れない商品を売ろうとする努力をしなくて済ませるためです。これね、はじめにたくさん入れちゃうと、まあ、どうしてもね、売れないのをなんとか売ろうと頑張るようになっちゃいますけど、まあ、Amazon の場合、それ非常に難しいと。ね 値段を下げて処分する、あるいは捨てちゃうというのが、ね、現実的です。Amazon 仕組みもコロコロ変わりますしね、逆にその仕組み的にすでにカートが取れないと、ね、強い人がいて取れないというのを取るっていうのはね、まあ、かなり厳しいですね。まあ、そうじゃなくて、もう売れる商品を見つけて売るというのがね、おすすめです。 まこれどうしてかとかいうのはね、またリクエストがあれば、えー、別な動画でご紹介しますけど、まあ、このカートを取る仕組み、ね、これを見れば、なるほどなと、まあ、思えるんじゃないかなと思います。これね、改正用のパスワード保護記事なんで、えーまあ、パスワードわからんと、メルマガで書いてありますけどね、探すの面倒だとか、見つからないという方は、パスワードご質問ください。 まあ別にこれ見なくてもね、納品個数は初めに1個、初めは1個という形を、まあ、おすすめしてるのは、まあ、このやり方に合わせたことでね、いくら差額が大きくても、ランキングが良くても、えー、複数納品するっていうのはね、えー、この Amazon 輸出の商品探しの段階では、得策ではないというんでね、えー、まあ、最初の納品1個。まあ、なぜならカートが取れない商品を諦めちゃうから。 ね、商品探しというのは、まあ、カートが取れて高く売れる商品を探す作業だというふうに割り切ればね、えー、まあそんな難しくないですけど、まあ、なんとか売れ残りをなんとかしたいとか、えーねえー、カート取得率を上げてどんどん売りたいという形になると、まあ、カート取得率が上がるのは、えー、上がるように運営していく結果論であってね 商品そのもののね、獲得取得率がもともと低いものを頑張ってあげるというのはね、これはもうかなり、えー、黒は多い割には効果がない方法なんで、まあ、アプローチの、ね、方法というか順序を間違えるととんでもなく Amazon、ね、難しくなっちゃいますんで、まあシンプルに簡単にね、稼げる方法を教えるんでね、この、まあ、売れない商品を諦めると、売れる商品を探すと。 単純に言って、まあ、そういった形で進めていくというのをね、えー、念頭に置いて取り組んでください。もう売れない商品はね、えー、どうやったって、どうやったってってかね、えー売れる、売れない商品を売るのは難しいですけど、そうやったところでね、えー、利益は大して増えないです。まあ、そんなわけで儲かる商品、別な角度から見ると、カートが取れて儲かる商品を探す作業です。 細かい商品どの、動向とかね、どこで探すとかいうより、まあ、この考え方が、えー、分かるというかね、えー、まあそんなもんなんだなというのをね、納得するというか、部分が、まあ、商品探しでは重要になってくるんで、まあこれを覚えておいてください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。